2001年クロアチア革命のターミネーターミルコ・クロコップの初戦です。もう本当にマイケルはスピード速いですからね。そうですね、それをいかにあのミルコはですね、パワーで押すかっていうところだと思うんですけど、はい、確かにあのマイケル・マクドナルドも、まあ、あのセフォーをはじめとした1000級の選手からは白星がありませんが、この選手のスピードだけを取り上げればもうこれはトップクラスということになりますよね。そうですね、本当にあのアンディ・フグもずっとスパーリングパートナーをやっててですね、アンディがパンチを上達したのはこのマイケル・マクドナルドがいたおかげでもありますからね、はい、しかしこのマイケル・マクドナルドを下さなければミルコ・クロコップ当然ホーストとの決勝の舞台に勝ち上がることができません、はい、狙っていますミルコ・クロコップ左腕を引いています。じりじりじりで追い詰めてますね。プレッシャーかかってますよ。右右右。おっと、マイケル・マクドナルドの右のフック。右のストレート。右のストレート。マイケル・マクドナルドに入っている。ああ、ダウンだ。おお、なんと、ミルコ・クロコップがダウン。効きますね。ダウンを奪ったのは、マイケル・マクドナルド。効きます、効きます。ちょっと危ないですね。ちょっと危ないですよ。危ない。さあ、危ないです。ダメだ。左フック。